皆さんよろしくお願いします。哲学人です。今回はですね、宇治田雄介さんという人が書いてる54字の物語っていう、この 9×6 の54字の中で、まあ、あのショートショートっていうんですね、もう本当に短い小説を、物語を書かれている方がいて、まあなんか他の、文学系 YouTuber の方が紹介してるのを見て、まあ、これ面白そうだなと思って、早速 Amazon で取り寄せてみたんですけど、かなり面白かったので、まあそこがやってる文学賞の作品をちょっとご紹介してみたいかなと思ってます。で、これは小中学生の部の人ですね。例えばこの54字の文学賞で、保育園での一コマ、保育士は20人の子供に向かい歌った、幸せなら手を叩こう、園には沈黙と静寂が訪れたと。なんかブラックユーモアですねもうなかなかうまいですよね。金返せなかったらハリセンボン飲ますって言ったろう、すまない、すぐハリセンボン買ってくるから金を貸してくれないか。これもなかなか面白いですね。僕の母はせっかちで、妊娠中も今何時とよく言っていた。おかげで僕が初めて発した言葉は今何時だ。なんかすごい対境ですよね。そして次に大人の部ですかね。佐藤がタイムマシンに乗って昔の自分の両親に会いに行ったらしい。未来が変わる危険もあるのに大丈夫かな鈴木って名前が変わっちゃってるみたいな、こういう風になんていうのかな、なんか文字の中で、こう54文字のこの枠の中で人との物語を描くってのはすごいなと思って、まあ最近ハマってるんですけど、次が警察の立て看板、某日某時刻ここで殺人事件目撃者求む、はてこの日時まさに今じゃん、後ろから足音が聞こえてきた。なるほどね。個人の思い出の強かったものを一緒に燃やすしきたりなので、ぜひご参列ください。この招待状の意味が今わかった。個人の思い出の強かったものを、どういうことなんだろうこの、どういう意味なんでしょうね。自分も一緒に燃やしちゃうみたいな意味なのかなあー、なんかちょっとホラーチックですね。お子様ランチを頬張る僕をコーヒーだけ飲んで待つ親父に申し訳ない思いをしていた。今はそのコーヒーがうまいと。ラブストーリー賞。初恋の人が今日結婚する。結婚相手は本当幸せ者だ。今頃どんな顔をしてやがるんだろうな。気になって鏡を見た。と。なかなか。コメディー賞。彼は人を食ったような男だ。いつも尊大かつずうずうしい態度で相手をバカにし、なおかつゾンビウイルスに感染していると。なかなか面白いですね。SF 賞。鉄道とかいう箱には数百人が押し込まれていたらしいぞ。とんでもない拷問がある時代に生まれたくてよかったなと。なるほど。ホラー賞。新しい町に越したのに郵便受けに君宛ての手紙。僕は誰かが君に書いた手紙をそっと潰してゴミ箱に捨てたと。企業賞。どうやら人類が団結し始めた。地球温暖化に抗うつもりか。衛星で温室効果ガスを監視するだと。余計なことしやがってと。なるほど。世界が橙色に彩られる。幼い頃から変わらない夕焼け。ただ今日は少しだけ普段と違う。日が落ちる先はこの惑星だと。いやー、なかなかいろんな作品ありますね。まあこれがこの宇治田さんの作品なんですけど、結構これ面白いですよね。先日研究室に送ってくれた大きなエビ、美味しかったよ。話は変わるが、例の新種生命体のサンプルはいつ届くのかねって。
面白いですね。エビだと思って食べちゃってるけど、それはまあ新種の生命体のサンプルだったんですかね。この本をまあ今ちょっと私も取り寄せたんですけど、まあ、かなり面白い本、話がたくさん入ってて、まあかなりハマってますね。まあ自分でもちょっと書いてみたいなと思ってますので、作品ができたらちょっとこのチャンネルでもご紹介できたらなと思ってます。どうもありがとうございました。